はい、どうも走れ大井チャンネルです。今回ですけども、今山に来ております。で、ちょっと見ても分かると思うんですけど、雪がまだ残ってまして、今日はこの辺ちょっとダッシュをしていこうかなと思います。で、まあなんで雪の中ダッシュをするかっていうと、本当は今日はですね、ちょっと野球の練習だったんですけど、ちょっとグラウンドがまだ雪がありまして、ちょっとできないということなんで、雪がある道を走っていこうかなと思います。だいたい距離にしますと、まあ 60m ぐらいだと思うんですけど、最初はその一番長い 60m ぐらいを走った後に短い 30m ぐらいを走っていこうかなと思います。で、まあ滑るんで、回転っていうよりはしっかり一歩一歩踏んでいこうかなと思います。まあ3センチから5センチぐらいですかね。まあ、深いとこもありますし、浅いとこもあるんで、ちょっとこの道を走っていこうかなと思います。はい、というわけで早速走ってまいりました。思ったよりもやっぱり雪で滑って、なんか足でその場でかいてるような感じがしましたね。なんか全然進んでいかないなって感じで走っております。今走ったんですけど、思ったよりも滑ってその場でこうなんかかいちゃいますね。あとちょっと上り坂なんで、ちょっと思ったよりも一本がきつかったです。というわけで今4本とりあえず走ったんですけど、まあ足も普通にきついんですけど、今ここ寒いんですよね。寒いんでこの呼吸も苦しいです。よく皆さん冬にダッシュとかすると思うんですけど、その多分今こう気温が0度とか1度とかだと思うんですけど、呼吸も結構きつかったですね。次はちょっと短いダッシュをしていこうと思います。はい、続きましてはちょっと距離を短くして場所も変えて走っております。今回は 30m ぐらいですかね。まあ、短い距離を走っています。ただやっぱ上りプラス雪っていうので、なんか普通の 30m よりも長く感じる感じがしました。引き続きご覧ください。はい、というわけで、雪の中を走ってきました。まあ普段走る場所じゃないっていうのと、まあ、あんまり雪の中で走ったりすることないので、なんかいつもと違う感じの足が進まないなって感じがありましたね。やっぱり土とかスパイクとかグラウンドで履いたりすると足がこう土を噛んでくれる感じがあると思うんですけど、やっぱり雪だとこう滑っちゃうのでなかなかない体験かなと思いました。まあ、北海道とか本当にすごい積もると思いますし、逆に沖縄とかはもう冬でも18度ありますよっていうコメントとかも来てますんで、まあ雪が降る地域っていうのも限られてくると思うんですけど、もし雪が降りましたら、まあ明るいうちにですね、安全に気をつけてこういう練習もありかなと思います。野球部の人が多く見てると思うんで、やっぱり野球の練習とかをしたいと思うんですけど、まあこういう遊び感覚というか、
ちょっといつもとは違う練習もいいかなと思います。はい、そんなわけで今日は雪の中のトレーニングでした。チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。それでは今日の走り追いチャンネルは以上です。あーでしょ。で、最後にちょっと言わせてもらうと、寒いと口が回んないですね。以上です。はい、というわけで今月のプレゼント企画です。まずはザナックスの軟式外野手用グローブ、こちらレッドのグローブでして、こちらゴリスポ型付けをして1名様にプレゼントします。ザナックスのグローブですね。続きましてこちらアシックスの板グローブになります。こちらはゴールドステージのグローブでして、内野手に必要な持ち替えの速さを上げるためのグローブとなっております。こちらも同じく1名様にプレゼントします。最後はこちらザナックスの 3way ハンマープラス畑山のリキッドオイルのセットになります。こちらを使って片付けをしてみてください。チャンネル登録&コメントで応募可能です。たくさんのご応募をお待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。